はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、イニシエより伝わりし最強デッキ組んできましたので、使っていこうと思っております。皆さん図書館エクゾというエクゾディアのデッキ結構聞いたことある人も多いんじゃないかなと思うんですが、これイニシエより伝わりし最強デッキなんですよね。はい、どういうコンボかっていうと、まあ、とりあえずエクゾディア揃えて勝つっていう、まあ、もちろんデッキなんですけども、デッキをですねめっちゃ掘ります。はい、めちゃくちゃデッキを掘ってめっちゃドローして勝つっていう、まあ、そういうデッキですね。でこの王列魔法図書館っていうカードが、このカードがモンスターゾーンに存在する限り自分か相手が魔法カードを発動するために魔力カウンターを置きまして、で最大3つなんですけども、魔力カウンターを3つ取り除くとカードを1枚ドローできるよっていう、まあ、そういう効果になってるんですよね、この人が。なのでこいつを立てておいて魔法カードでめっちゃドローしていくとどんどんカードドローできるんですよ。例えば王列魔法図書館を召喚しておいて、でナリキンゴブリンを3枚発動したら3枚引きながらもう1枚ドローできるんでお得という、まあ、そういうことですね。なのでこの図書館エクゾっていうデッキはもうひたすらドローするカードをめっちゃ入れとけばいいんですよ。なのでまあ、1枚1枚ドローしていくカード、魔法カードから説明していくんですけども、ナリキンゴブリン、これも1枚ドローするっていうカードですね。でトゥーンの目次、これはデッキを圧縮しながら、魔法カードをめっちゃ使えるんで、例えばトゥーンの目次、トゥーンの目次、トゥーンの目次で、トゥーンのしおり、トゥーンワールドっていう感じの順番で発動していくと、魔法カードこれだけでも1枚から 5枚使えるんで、これがまあ強いと。これ結構ね戦闘機とかにもよく入ってますね。でテラフォーミング、これはチキンレースを持ってこれます。はい、で宇宙保持、これは ね初手にねこのデッキ王立魔法図書館かサモンプリーストがないとちょっとスタートできないんで、一応2枚入れてます。はい、でデュアルサモン、これ上振れなんですけども、デュアルサモンで王立魔法図書館を2体召喚できると、これね2枚揃ったらさすがにもう勝ちなんですよ。もうひたすらドローしていくんで2枚ずつで最強なんで、まあ、一応1枚入ってます。で黄金色の竹光はこの妖刀竹光と一緒に使った場合、これマジで宇宙が起きて、これ結局妖刀竹光がある場合こいつ発動すると強欲なツボできるんで、1枚が2枚になるカードなんですよ。これ最強なんで、これ3積み、こことこれは3積みですね。で無の煉獄も1枚ドローできるんで3積みで、1位9戦も1枚ドローできるんで1枚、これリミット1なんですけどね。はい、でトゥーのしおりさっき言った通りで、疑似空間、これはチキンレースをコピーできるんですよ。なんでチキンレースの5枚目6枚目みたいな、あ4枚目ごめんか4枚目5枚目みたいな感覚で入れてます。はい、でチキンレースは千来払うと1枚ドローできるんで3枚で手札断殺、これのね最強の使い方がこれね、妖刀竹光コストにしてください、宇宙ですこれ墓地に送られると竹光カード持ってこれるんで、これ手札断殺で妖刀竹光をコストにした場合小金色の竹光持ってこれるんですよ。これ最強なんでマジで、これが2枚っていう、まあそんな感じですね。であとはまあ王立魔法図書館を出してくれるサモンプリースト、これ魔法カードをコストにして切るとデッキからレベル4以下のレベル4のモンスターを特殊ができるんで、これで王立魔法図書館を持ってくれるっていうのと、でこのアンカモフライトっていうカードなんですけど、これペンデュラム効果で、自分のエクストラデッキのカードが存在しない場合、こいつまたはこいつのみの場合このカード破壊して1枚ドローっていうことができるんで、まあ、これが一応あれですね、ドローソースの、まあ、1位9000みたいな感じで1枚ドローできるからっていう感じで言ってます。まあ、これ使うのと、あとやっぱ結局いっぱいドローするんで強欲な系の強欲なで金満な壺とかああいう系はちょっとあんまり使えないのかなと思ったので、エクストラデッキはもう0枚です。はい、思い切って0枚、まあ、こいつを使うっていう意味もあるんですけどね。はい、0枚にして、でこのデッキの回し方は本当に王立魔法図書館を召喚してひたすら魔法カードでデッキを掘るだけなんで、マジで G 行為なんですよ。はい、マジで G 行為です。めっちゃ楽しいです。だから楽しい、やっぱね遊戯王っていうのはね自分の G 行為をね相手に見せつける行為だと思うんで僕は。はい、早速ね王立魔法図書館エクゾディアデッキ図書館エクゾやっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやこのデッキ5億年ぶりに使ってるんですけどめちゃくちゃ楽しいですわ。まあ、春うらら1枚止められますけどね結構ね。はい、春うらら1枚でこのサモンプリーストが止められるっていうのが地獄みたいなこと起きるんですけども、サモンプリースト横になって、でサモンプリースト効果とサモンプリースト効果でマジックカードを墓地に送りながらモンスターを一体通るよ。これ攻撃表示煽りの
アールド攻撃表示、もうこのターンで決める。で、チキンレッツの前にトゥーン目次発動、トゥーンの目次発動して、でトゥーンの目次の効果によってトゥーンの目次を持ってくる。トゥーン目次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 しおりワールドですね。はい。で、王立魔法図書館はマジックカードが発動されたらな、マジックカードが発動されたらカウンターが置かれて3個乗ると1枚ドローすることができる。さあ、トゥーンのしおりの効果も発動していく。トゥーンのしおりの効果によってトゥーンワールドを手札に加えていく。よし、これで1枚ドローが確定したぜ。王立魔法図書館によりカードを1枚ドロー。いらないね。いらないね。ちょ、竹光欲しい。竹光妖刀竹光がめっちゃ欲しい。で、チキンレースの効果を発動。チキンレースの効果によりデッキからカードを1枚ドローしていく。おし、1位急戦きた。1位急戦の効果、これで、次の相手ターン終了まで俺は死ぬことはねえ。王立魔法、あ、これデュアルサモン欲しいな。これ今度はデュアルサモンが欲しいぞ。で、トゥーンワールドの効果、千雷を払って発動し、さらに王立魔法図書館の効果で1枚ドロー。これやばい。あ、オッケー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 、繋がってる。ギリギリギリ繋がってる。綱渡り、よーし。核変突入だぜ。核変突入、確率変動突入。竹光がある場合、ここの色の竹光は強欲なつもりになる。よし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 、いいぞ、非常にいい。で、王立魔法図書館の効果でカードを1枚ドローしていく。ペロー、よしよしよし。あー、これは今いらないな。で、ナリキンゴブリン発動。ナリキンゴブリンの効果によってカードを1枚ドローしていく。オッケー。で、無の連合発動、いいよ、今のところいい。はい。つえつえ、いや、闇の量産工場、これいらんな、これ。これ闇の量産工場いらんまである。これ多分ね、ここね、なんかもうドローソースもないんだけど、ちょ、なんか、あの、うちで小槌とかでいい気がするよ、これ。はい。あ、妖刀竹光、OK。これは断殺して、妖刀竹光落としたら、黄金色の竹水持ってこれるから、ちょっと待って、黄金色の竹水1枚あるよね、1枚あるわ、1枚あるから、手札断殺発動する。で、手札断殺の効果、王立魔法図書館と、妖刀を切ればいいか。うちの小槌まで使うかもしれないしな。これパーツ落としてもいいけどね、別にね、まあ後で回収できるしね。だったら断殺がないと通常モンスターがちょっと今2枚やればいけるけど。はい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 、あー、オッケー、テラフォーミング来た。で、妖刀竹光の効果も発動していく。墓地へ送られた場合、黄金色の竹光を手札に加えていく。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。これはテラフォーミングで圧縮していこう。テラフォーミングの効果によってチキンレースを持ってくる。よし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 、これはだいぶいってる。手札めっちゃ増えてるもん。で、王立魔法図書館の効果、カードを1枚だろう。あー、うちでの小槌ね、めっちゃ来たよね。まあ、ちょっとチキンレース発動して、黄金色の竹光は最後の希望なんで、ちょっと最後の希望は最後まで取っていきましょう。チキンレースの効果でカードを1枚取ろう。ふん、あと2枚か。なるほど、黄金色の竹光これで揃うとかない。これ実はこれで揃うみたいな説。神ゲーやったわ、このゲーム神ゲーや。ハンドはまあ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 、打ち出の小槌で陣掛けしていくしかないですね。打ち出の小槌で陣掛けをしていくしかない。小づいていく。で、小づいていく。で、カードめっちゃ戻す。はい。で、はい。で、はい。ほい。はっ！弱っ！ドロール&ロックバード！デッキからカードを手札に加えることはできない。終わった。ちょ待って、終わった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 、待って、何このエクソディアメタ、無理なんだけど。ペンデラムスキルセッティングしたところで1枚ドローできないしな、やばすぎる。え、ちょっとターン返ってくるな。これターン返ってきます。ドロール&ロックバード最強じゃねえか、ふざけんな。あれ結構マジで、あのカードめっちゃ強いんで、皆さんマジでウララとか増獣とか打ってる人いたら、あのカード入れとけみたいな話はあるんですよね。ボトンを帯びたらスラッパジッシャー、銀河やん、銀河とかターン返ってくるわけなくね、これ。やばい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 、8人いたいわ、やばい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、
うわうわやめてくれ、やめろ、そんなことをしてはいけない、そんなことをしてはいけない。12,800円、ちょ待って、うわちょほんごめんなさい、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 ごめんなさい。